グラバーキャリアレブル 1100DCT 本書で正しい取り付けをやってください。トップケースは43リットル、積載最大積何だっけ、重量3キロのトップケースを装備すると、ああそういうことね。シートフレーム純正 8M8、 これ4本外します。まず4本外します。これ4本外します。シートベルトキャリアの間に2のフロントカラー、後ろに3のリアカラー、5、六角穴付きボタンボルトを使用して1のクラブバーキャリアを仮締めします。クラブバーキャリアの位置を調整し指定トルクで本締めしてください。キュッキュッ手締めでいきましょう。これだけですね。めちゃ簡単です。入ってるものの確認ですね。じゃんじゃん、うわ、こんだけ終わり。わ、軽いですね。キャリアの大きさちょっと気になります。こうですね、こうこんな感じ。このキャリアってクロス株のキャリアより、キャリア面積より実は大きく取れる。あ、まあ、ここがあるからな、こういう感じか。これいけそうじゃないですか。なんとなくいけそうな気がする。楽しみですね。いけそうな気がする。これはなんだ、シール、最大積載量7キロ、どっかに貼るんだな。最大積載量7貼るんだ。保証書、まあ一応保証書、積載量7キロシールですね。これですね、これカラーが2つ、ワッシャーは使わない今回で、六角のっていうか工具買わないでもできたんじゃないか。全然六角あったこと買います。うわー、どこに行ったかわかんねえ。せっかくだから使うか。ここにもいっぱい今から整理しないといけないのがあるから、これは後々の整理するとして、とりあえずこれをつけるためには、じゃあ次はということでアストロさんを開けることになりました。これを開けます。というか六角だけあれば、まあだけどこの際こうやったタイミングで買っとかないとね。で、綺麗にこれからバイクライフをちょっと丁寧にやっていこうと思うので、抜くときはこれ挟んで、おダンボールが増えていくよな。ダンボールはゴミだから、あとでダンボールを置く。じゃんじゃじゃーん。
こっちが前ですね。うわ、ダンダダン、ビリ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 、うわかっこいい。あっち湿気が、空気が、あっち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 、自分に当たってないからな、これ向けてないじゃん、そもそも。これ風の音がな、ちょっとうるさいかもしれないですけど、ほんと暑いんですよ、湿気が今暑いのですいません。そして必要なのは六角だけ。あ、開かない、なんで、なんで開かないんだ、なぜ開かない、ん、もしかしてこれ開けないと開かないの、あ、もしかしてそうなの、これが閉まった状態では開かない、あ、本当だ、あ、あ、ここだ、あ、こうやってると開かない、まあ、そっか、開いちゃ困るから、ここか、あ、パキパキって当たった、こうやると開く、開く、今必要なのはこれだ、これをつける、これをつけます。まず復習ですね、まずは復習いきますよ。まずクラブカリアの4本外します。復習ですね、これ、あれ、これが違うんですね、あれと、これはこれで OK なんですよね、 OK、外すのは別なのか、これ、これぐらい、ここまででかい、カシャカシャしてたから、ここまではでかくない、全然ここまではでかいなくないな、これこのぐらい、あ、これだ、これ、これで外しましょう。6って書いてますね。これで外すんだね。じゃあ外す準備。外しておくか。まず、外しますよ。なんかスコッと入らないな。うん？なんか奥までスコッと入らない。あ、入った。勝ち、入ったよ。お、外したよ。一個外した。どうすこ？カチ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 、入ったよ。うん、外したよ。うん、このぐらいの硬さで締めるわけね。このぐらいの硬さで締めるわけね。うん、普通普通。外しましたよ。うん。そして、カチッ、おー、カチッって入った、このぐらいね、このぐらいの締め付けね、このぐらいの締め付け、締めたくなるよな、この長いテコが、レバレッジ、レバレッジかかった、うん、うん、このぐらいね、うん、このぐらいね、うん、このぐらいね、このぐらいで締めればいいわけね、オッケー、これで取りますよ。一本。二本。三本。3本4本取りました。うん、取りました。これレベル取ったやつね、こっちで、これをつけていく。で、
まず取ったら次は前と後ろにカラーを入れるけど、どっちが2のフロントカラー、後ろにディアカラー、フロントカラーとディアカラー、フロントカラーが 16.5、 これかフロントカラー、フロントがこれでディアカラーが19、ディアカラーが19、後ろがこれ、前がこれ、後ろがこれで前がこれね。すぐこんな感じなんだね、こんな感じ、前がで後ろが長いやつね、これ前が短いやつ、後ろが長いやつね。こうやっていくわけだ。この時にこうやっていくんだが、行くんだが、一個だけ、支えられる？ OK、前 OK ね。じゃあ、前ね。前ね。ちょっとだけ、これ前ね。ちょっとだけ穴に入るまで OK、 前ね OK、 OK、 前ね。次、後ろはこうやって同時に投げた方がいいか、上がるときに。こことここだから、同時に挟みながら上げた方が、これが落ちないから、同時に上げて OK、 こっちも OK、 もうついたも同然 OK です。こんな感じですね。でこれをまず仮止めですね。こっちも。OK。わあ、こっちが、OK、おお、少しスルスル入る。さすがデートナー。さすが、簡単に入っていく指で。はい。はい。はい、はい、仮止め OK です。仮止め OK というか、もう完全に OK ですね。で、あとは指定トルクで本締めしてください。じゃあ感覚トルクで本締めです。この辺ぐらい軽く、うん、十分。
十分。くくくくく。くくくくく。十分。く、あ、こっちか。く、くくく。最後のタイヤのキュッ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 、全然大丈夫。キュッ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 、はい、完成です。パチ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 。まあとりあえず一旦はこれで終わり、そしてあと片付ける前に、これはもともと純正の、これはあれ、うんと、リアのこの背もたれ、背もたれつけるときのやつ。そして次はこれ、これが乗った場合の雰囲気。こんな感じかい？